ダメだよ、ふんふん。僕を真似にして、ふんふん。胸の開いた服を着てさ、薄い口紅つけてさ、麦わら帽子が、ふんふん。帽子が邪魔だよ。 太陽、うんうん、正直者だよ、うんうん、この体君を求め燃えて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 震えてる。 ダメだよ、うんうん。僕を前にして、うんうん。愛が弾け戻れないよ。君が好きだよ、本当に好きさ。シャネルの香りが、うんうん。香りが伝わる。 燃えて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 重なるよ。 いじめられ役をやらせたら稲川の前に稲川なし、稲川の後に稲川なしと言われるほどの名いじめられ役稲川淳二。その文字通り体を張ってのリポートには笑いを通り越して見る者に深い感動すら呼び起こす。ことはないけど、今や竹市場、いや日本の芸能界にとって貴重なキャラクターであることだけは間違いないだろう。さて稲川さんの容姿はこれくらいにして、来週はいよいよ竹市場ファイナルの後編である。 628人もの担当賞の中から、たった一人、史上最高の担当賞、最優秀担当賞が選ばれるのである。果たしてその栄光は誰の頭上に輝くのか。他にも、懐かしくも大笑いのあのシーン、このシーン、思わずシーンカムバック。秘蔵の VTR あれこれ用意しての竹市場ファイナルパート2、乞うご期待。 Competition.